皆様こんにちは、先寄り作家のなおなおです。今日はなおなおの定番でもあるキューブ型のバッグをご紹介します。今日は白と黒のバッグを持ってきました。まずはこちらです。サイズはかなりビッグなんですけど、白ベースなのでとっても軽やかに見えます。素材は着物の胴裏の白または長襦袢を使ってもいいかなと思います。とってもとっても軽いので、この大きさでも本当に驚くべき軽さになっております。でキューブ型ということなので、このように四角い、バッグです。底が正方形になっていますので、もう中には本当にたっぷり物が入ります。中にはポケットが一つついている状態です。縦糸が上の部分は白で、下の部分は黒になってますので、白い着物でもツートンになっています。持ち手の部分も、白から黒に縦糸がなっていて、ちょっとおしゃれな感じにしてみました。荷物が多い方は本当に便利で、水筒とか本とか重たいものをがっつり入れても大丈夫になっております。結構夏も爽やかですし、冬なんかはお洋服が黒あめな色になったりしますので、こういうビッグなサイズの白のバッグ持っていただいても、ちょっと軽やかな雰囲気になるんじゃないかと思うので、一年中お楽しみいただけます。こちらは黒のキューブバッグです。黒といっても、こちらは大島紬の、着物を使っています。こちらは、ちょっとよく見るとですけど、耳部分がポイントになっていて、手織りの生地なので耳がとっても可愛くて、なおなおではよく耳もデザインの一部に取り入れています。また暗めの着物だと縦糸の白の部分が浮き出して見えますので、ちょっとドット柄に見えるってよくおっしゃられる方も見えますけど、黒い着物、暗めの着物にも縦糸、白、黒使ってポイントになっています。持ち手部分も縦糸、白、黒になっていてワンポイントになっております。こちらも、底が、正方形になっていて、バッグの裏もちょっとデザインチックに、してみました。こちらは中はこれは何だろう、のぼり旗を柿渋でかけた生地を使って、中もちょっと雰囲気のある生地になっております。ちょっとコロンとしたデザインで、ミニの方も可愛い印象かなと思います。バッグを置いた時も自立しますので、ちょっとインテリアチックな感じで置いた姿も可愛いかなと思っています。普通のバッグの持ち手は、正面があって、このように持ち手をくっつけるのが一般的なトートバッグになってますが、なおなおのキューブバッグはこの角のところに持ち手をつけるようにして、ちょっと面白いデザインです。角のところにつけると腕通した時もちょうど角が体にも当たらないので、使いやすいかなと思っています。シンプルな形なのですが、ちょっと面白いデザインなところが特徴です。今日はなおなおのキューブ型のバッグのご紹介をしました。最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルが気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ありがとうございます。さようなら。なおなおでした。